冷たい雨が降る中、横浜の鶴見神社で三島由紀夫が作った民間防衛組織盾の会の元会員による慰霊祭が行われました。関係者およそ100名が参列。三島由紀夫と三島と共に自決した森田正勝を偲びました。まあ、50年経ちましたね。先生や森田さんたちの行動が、ね、まあ、こうやって注目を浴びているということは私も嬉しく思います、ね。午後には死後毎年開かれている追悼集会幽谷記が行われ、およそ400名が参列しました。没後50年経ってもドキュメンタリー映画が公開されるなど、三島由紀夫の人気は未だに衰えていません。こうした中、 JNN は三島由紀夫生前最後の手紙を入手しました。親交のあった作家の村上一郎に出したもので、決起の日を前にした三島の心情がうかがえます。三島由紀夫はスーツの衣装を残しましたが、投函した手紙は6日前の日付が最後のもので2通ありました。そのうち学校の先輩に宛てた手紙はすでに公開されていますが、村上一郎宛ての手紙はその存在は知られていたものの公開されたことはありませんでした。なお、この手紙は医師で三島由紀夫研究者の犬塚清さんが保管していたもので、没後50年の節目に知られざる資料として公開に同意したものです。手紙の中で三島は自身の天皇主義について、評論家からわからないと言われたことについて、わからぬものはわからぬでいい、もう解説する気にもなりません、と記し、世間の理解を断念している様子が見て取れます。また最近プラトンのパイドンと久坂玄瑞文集を読んでいると綴っています。パイドンはソクラテスが軽視する一日を弟子のパイドンが報告するスタイルの文学で、魂の不死を証明した後、毒を煽る臨終場面が描かれています。もう一冊の久坂玄瑞は幕末の尊王攘夷の志士で禁門の変に敗れ自決しています。久坂は三島由紀夫が傾倒していた吉田松陰の一番弟子です。三島は2種の和歌を抜き出しています。あだなる命、何かをしまんもののふの、いずれも命を投げ出す心情が読み込まれている和歌です。三島由紀夫の評伝で知られる作家の猪瀬直樹さんはこの手紙について、で、村上一郎っていうのは歌人ですから、この和歌の意味はよくわかるんですよね。その一番伝わって理解してもらえる人だなっていうのは村上一郎だったと思うんですね。これはだから実質自分は自決するっていう中身を言ってますよね。ちょっと分かってほしいっていうのはあるんだろうね、やっぱね。やっぱりそれは未練とは違うんだろうけど、何か伝えておきたいなっていうのはあったんだろうね。